黒棒黒棒とは、主に九州地方で作られてきた消華詩の一種である。製法は黒砂糖、卵、小麦粉、重曹を練って寝かせた生地を棒状に成形して、オーブンで焼き、適当な長さに切り揃えた後、黒砂糖や生姜で作った糖蜜を表面に塗り、乾燥させる。地元の方言では黒棒と呼ばれている。黒砂糖の代わりに白砂糖を用いるものもあり、 白棒と呼ばれる。他に類似したものにシソパン等がある。黒棒の起源ははっきりしない。小麦の生産は現在の九州でも行われているが、これに加えてかつては九州でも砂糖キビ栽培と黒砂糖製造も行われていたので、農家が菓子として作ったのではないかという説や、南蛮菓子としてトライしたビスコッティの製法が日本化したものという説もある。 黒棒は、製菓会社によって、大量生産がなされており、現在では、九州地方ばかりではなく、日本中で市販されている。売価が安いので、高市の一種とみなされることも多く、下町のブラウンケーキなどと呼ばれることもある。下丹は、鹿児島県にハゲタンはと呼ばれる黒棒に類似した、郷土菓子がある。原料や味は、黒棒とほぼ同じであるが、形状が、 下駄の葉のように平たい直角に等辺三角形、または台形で周囲に付けられる黒蜜も完全には乾燥させずに半生の状態に仕上げている。鹿児島県ではスーパーマーケットやコンビニエンスストアでも常時販売されているが、他県では郷土菓子コーナーや物産展などに限って販売されることが多く、売価も鹿児島県で買うよりも高いことが一般的である。 ありがとうございます。